さあ始めました猫図鑑、本日はスシロー。ね、もうでももうおなじみよ。そうっすね、あのいつも猫さんのひどすぎる食レポの改善にご協力いただいてるスシローさんなんですけども、お世話になってます。はい、あの今回は、はあ、そうやって日々改善に努める猫さんにご褒美として、うん、食リポ、うん、頑張らなくていいロケをさせてもらえるそうです。させてもらえるってどういうこと？食リポって、うん、視聴者によりよく伝えるために頑張るものじゃないですか。まあまあまあ。今回は、うん、味わうことに集中してもらって、うん、感想は、うん、まあなんか独り言程度でいいそうです。あ、スシローさんが言ってるの。はい。もうサジ投げたってこと？もういいっす。もういいっすって。この番組は私ネゴシックスがいろんな場所を訪問し、その感想をイラストにして図鑑を作っちゃう。その名もネゴ図鑑。あ、どうも店長。え、お久しぶりです。お久しぶりです。実家の音より合ってますね。今回はご褒美会ということなので、明日から始まるフェアを一足先にご堪能いただきますよ。あ、ご褒美だ。確かに自然体でいいというね。はい、気合が入りすぎっていうのはね、やっぱ見てらんない。じゃあまずこちら、大切りサーモンでございます。こちら大切りにさせていただいて、サーモンの旨味を存分に引き出しております。うん、まあ、今期40周年を迎えたということで、お腹いっぱい美味しいお寿司をご提供させていただいておりますので、はい、ぜひご賞味ください。あ、これじゃあ大きいですか、いつもより。はい、いただきます。美味しいですね。ありがとうございます。うまいっすよ。ありがとうございます。まあ、今回はご褒美会なので、うん、次に行かせていただきます。これ放送できるんかな。なんで次々でしょ。そんな続いては脂乗りがいい大トロです。口の中でとろける脂がお楽しみいただける大トロを期間限定価格でご提供しております。あ、めちゃくちゃうまい。いや、マジうまいっすね。これはうまいぞ。溢れ出てるじゃないですか。これはもう見たまんま、このここドンって取ってたでしょ。はい、もう取ってるじゃん。だから俺は添えられてるぐらいに思っていただけた方がいい。ああ、うん、ガリみたいなこと。ガリ、そう、俺はガリ。俺なんか取ってる場合じゃない、本体。ここに移り込んでしまったぐらいに思ってもらってもいい。あ、ネゴシックスかみたいなぐらいで。最後にこちら濃厚カニ混ぜそばでございます。カニを使ったソースをスシロー自身の麺に絡めてお召し上がりいただく一品です。トッピングのカニも一緒に味わうことでカニの旨味と風味もお楽しみいただけます。めちゃくちゃうまい。めっちゃ食うな。これマジでうまい。これはやばいぞ。ネゴ図鑑ということで、できました、こちらです。ババーン。ズペペペすすり揚げそば、この音を楽しむというズペペペにしましたが、はい、ちょっとまだ他にも候補があったんですね。ズペズペでもよかったかなっていうね。ありがとうございます。またぜひお待ちしておりますので、はい、その時は食レポでお願いします。はい、音はどうですか。音は最高です。音はどうですか。はい、ズペペペで。